はい、どうも、こんにちは、もち TV です。今回もウィニングレバープリ2019やっていきましょう。ということで、今回はですね、もうレベルマックスにしておりますが、すでにもうレベルマックスにしている FP ということで、もうお気づきだと思うんですけれどもね、モレロスですね、今回の。頂点に FP が。なんかチロルチョコじゃねえけど、なんだっけ、アポロね。アポロや。そう、アポロみたいな感じの褒めですけど、モレロスということで、ちょうど色合いもそうだね。紫でね。そうそうそう。あチョコなの。いや、だからアポロって。いちごのね、ところで。で、まあ、モレロスなんですけど、57レベルと、まあ、言った感じで、選手コスト35と。で、右ウィング、左ウィング、まあ、ST 付け入れると、言った感じなんですけど、プレイスタイルがですね、ホストプレイヤーだっけ？ホストプレイヤーなんですよ。で、まぁ、あ、こんな感じなんですけど、まぁ、あ、オフェンス81って蹴ってる90と、で、ボルコンドリブルも87、87あったり、まぁ、あ、まぁまぁ、それなりにやっぱり、ここら辺の能力値は高いんですけど、ここなんですよね、この6連能力。キック力、スピード、瞬発、ボディコン、フィジカルコンタクト、ジャンプ。もう、ここがすごいんですよ。すごい、飛び抜けですごいよね、そう。ここモレロスは、ここの能力値がすごいんで、あんまりね、このね、6連能力がこんな感じでね、90以上の選手って、そんなにないんですけど。キック力も触れるし、ボディコントロールで体張れるし、スピード、瞬発はあるし、フィジカルコンタクトは強いわで。これはね、まあ前目の能力的にはちょっとおとなしい感じもしますけど、はい、ここすごいから、ここがすごいからね、スタミナも90あるし、この感じ多分いないと思うんで、ね、ワンタッチシュートとチェイシング、いや素晴らしいですよね。で、まあ、ポストプレイヤーなんで、まあ、すごいね、特徴的な選手ではありますよね、やっぱり。今までにない感じ、ね、だから、結局のところ、まあ、ちょっと、チョコ成分というか、FP 成分ので、ストロベリーの部分か。ストロベリーの部分があんま少ないですけど、まあ、この頂点にして、はい、やっていくとかなりいいんじゃないかなと。まあ、実際この褒めの一番上はラインブレーカーとかでもいいんですけど、まあ、ポストプレイヤーでも、ね、十分収まりが多分いいと思う。結構いいんですけど、まあ、モレロスのちょっと、ね、シーンを切り取ったんですけど、これですね、モレロス早い。モレロスここ出してくる、来て、あ打つ、よいしょと。キック力もあるんだよね。177センチということでかなり小回り効いてますね。小回り効きますね、かなり小回り効く。キック力もあるんで、うわごー、はい、よいしょ、素晴らしい。こんだけなんかその上下に速くて、しかもチェイシング持ち、チェイシング、いや怖いよね、チェイシング。でしかもここで張って体も張れるしな、体も張っちゃってと。ちっちゃいから取りにくいんじゃないかな相手も。ボディコンが一番高いっていうのがすごいですね、97かな確かあるんで、すごいね、やっぱりね、安定感ありますし、コストプレイヤーなんで裏には抜けないんですけど、こういった感じでね、もらってもう一回ここで受けて、うわっシュートだね。もうちょい近場でもいけたね、あのスピードと瞬発あるからね。いけたね。そこ、モレロス、メッシ。さあ、メッシと。うわ、ダブルタッチ。ここでモレロス。うわ、素晴らしい。タッチがいいね。うん、出して、フィルミーノから。いいでしょ。そんなに別にパス能力も低いわけじゃないんだよね。まあ、気にならないっすね、別にそんなには。まあ、80以下なのは80以下なのかな、うん。能力的にはそうですよ。なんかそんなに。まあ、じゃあ何をつけるかって言ったら、ワンパとかつくと最高なのかな。おい。マルセロないし、さあここ奪っていくよと。カウンターだね。ここで落とすんですよ、ね。でもう一回ここでもらう。うわ早そう。さあモレロス、中に入っていけ、中に入っていけと。うわ体もね、こうあるから。よいしょ。素晴らしい。追いつけないね。追いつけないです。普通にスピシューめっちゃあるんで、まあ追いつけないみたいな。はい、ということで2試合ね、まあ一応、まあ、こんな感じ見ていけばいいかなと。相手はメッシオバメ、メッシオバメ、これはしかもケツにデブライ、まあ真ん中ね、デブライに置いて、しかもビエラもいるよという、デブライにからのちょっとオバメが怖いっすね。さあといった感じでね、まあうちはまあそのまんまなんですけど、うん、まあモレロスをてっぺんに置いて、まあうまくね、まあそのポストプレーとしての動きを役割を放ちつつゴール前に顔出し、一番こういうなんかそのワントップが生きるっていうか、そう持ち味が出そうな感じしますけど、そうメッシ、ここモレロス、よいしょ、振ってくね。シュートはね本当にキック力あるんで、うん、まああの辺入ったらもうガシガン打ってっていいんじゃないかな。うん。まあ、いうふうに、ね、まあ、コーナーになる確率も結構高そうだしね。相手の方もね、かなり攻撃力あるナイスラモス。ここで奪っていく。で、マルセロから、モレロス、落とすと。うん。ここ出して、エレーラ。さあ、モレロス、サウル。いやー、素晴らしい。モレロス、うわーっと。ポストですね。ちょっとここ、90のところだな。まあ、2点分ぐらいかな。うん、まあ、外しちゃってると。まあ、言った感じなんですよね。ちょっと決めたいですけど、まあ、まだね、攻撃はあるんで、そこでもう一回ボールを当てる。もう溜めて、もう溜める動きもできる。さあ、エレーラ、ナイスパスですね。よいしょ、いやー、ちょ
ちょっとね、連続で。でまあ、パスそんなに気にならないのかな。なですね、まあ、フラパスあんな感じで通せるし、相手の人が結構まあ、警戒して、ちょっとね、うん、スペース空けてくれたから、そう。まあ、ああいうプレイもできるようになると。そうそうそう。いった感じです、ね。まあ、あんまくっつくとね、多分やられちゃうもんね。そう、深く。オーバーウェイに組められていくよと、いう感じで、うん、もうこれね、結構やっぱり、あ、初手箱危険よ。結構これウィリアプリあるあるだけど、うん、やっぱさ、なんか入んない時あるよね、結構。まあね、ちょっと、そんなに、うん、なんつうの、さっきのだからシュートのところ、キック力があるからってね、遠くから打ってて入るわけじゃないんだよね。ここもさ、いいんですけど、入力入んなかった。おー、遠く？ユーラモス。なんかね、入力で入んなかったりとかもするんですよね。まあ、これしょうがないですね。ボタン押してるんですけど、めげずに攻めることかな。うん、ちょっと一定決められちゃってるんでね、嫌な流れですけど、モレロスヘッド、けどジャンプがあるんだね。ジャンプも今ヘッドしたんですけど、デヘアね、うん、結構止められてますよ、うち。さあ、ここは危ないぞ。なんか止まった。取られ返してしまった。スターリングに、危ない危ない、ルカク。そこか。よいしょと。ナイスカット。ナイスナイスナイス、素晴らしい。すごいな、今の。危ねえよ、今の。今の一連の動きすごかったね。チェイスしてたの。そういった感じでね、まあ、押してはいるんですけど、4セーブね、うん、まあ、ちょっと相手の肩につけられちゃってるといった感じなんで、まあ後半まででもあるんでね、勢い乗っていければいいです。ここね、うわー、怖い怖い。ここね、すごい駆け引きしたんだけど、見てほしいんですけど、バランでフッと前に、うん、自分で駆けに行った。一歩間違えれば、バランがお前泣き不足かっこだから、お前思いっきり自分でね、オフサイドロックを駆けに、気持ちいいしんですよね。さあ、ここ真ん中抜けてきて、いや素晴らしい。モレロス、オフェンスセンスがないとは思えないような、なんかね、動き出しがスルスルスルーっとね、上がってくるタイミング、まあ、あくまで自分でプレス指示というか、そのコマンド、はい、アンツーコマンド入れてますけど、ね、まあなんかいい感じでまっすぐ走ってってるなみたいな、走りすごいですから、ね、止めて、ここビエラ、ビエラよいしょね、やっぱあ丁寧に攻めてます、丁寧に、そう、丁寧に来るよ。さあ、ここフィルミーノラモスから1個飛ばして、よいしょと落としては、あ、いいよ、いい落としだ。ヌドンベレ、ヌドンベレからこれいけるのかと、勝てんの、いやっと、ファンダイク、エッピファンダイクやるな。いや今ね、頑張ってたね、でもいい走りなんですけどね、うん、結果、ああいうのも体も強いからね、体強いっすから、フィジコンもあるからね。さあ、メッシもう一回フィリムの方向で、もう一回受ける、モレロス中に経由して出して、いやーと、あー素晴らしい、こういう動きもできるんですよ。だから要はポストプレイヤーなんで、うん、味方に点を取らせるっていう働き、うん、要は頭で落としてもう一回自分ゴール前まで走ってって、もう一回自分が壁になる。177だけど意外とやっぱジャンプ力があるから、いや全然強いよ。そのあんまり高いやつじゃない時は絶対勝てるからね。絶対いける。さあ、ここ危ない、ナイスウィング。さあ、ラモス、ここに来て、フィルミー、おーっと、相手もサネッティですね。怖いよ。ナイス。おお。バラン安心感あるね。うん。まあ、バラン今週調子 B ですからね。そう。さあ、ここを落とす。フィルミーノ。うん。モリノス、おーっと。ここまだある。ヌドンベレ。さあ、中空いてると。一回中を使う。さあ、モリノス。よいしょと。うん、中走ってた。ここを使って。メッシと。まあ、素直に結構パスずれないっすね。なんかね、そんなに、まあ、気にならなかったっすね、別にグランダーパスも、ね。177ぐらいがちょうどいいこねやすさなんで。そう、なんか動きやすいよね。うん、さあ、これ怖いね。おい、迫力があるな。迫力がありますからね。あそこからでも、ものすごい迫力があるよ。シュート力あるんでね、さあ、ここ危ないぞ。防いで、アセンシオを当てる。よいしょと。あ、これ来た。これ来たよ。さあ、モレロス、逆もいるぞ、ドリブル。おーと。あ、しかし。まだこぼれてる、ヌドンベリが先に触る。ヌドンベリがダブルタッチかわして、ダブルタッチある。よいしょっと、ここに跳ね返ってきてリシャリソン。素晴らしい。まあ、一発で決めたかったけどね。まあ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 。まあ、後半からね、出た選手が活躍したのかなと言った感じですけど、うん、やっぱりね、前半ね、結構シュート打って入れなかったんですけど、うん、まあ、後半も攻め続けてれば、まあ、そのうちね、やっぱゴールは決まっていくよと言った感じでね、まあ、最初先制されましたけど、まあ、4対1で勝つと言った感じですね。うん、さあ、ということで、もう1試合ね、まあ、見ていきましょう。まあ、これはね、結構、ポストプレイヤーとしての良さというか、出ましたね。うん、出たんで、うん、まあ、ワントップで、まあ、彼以外ね、そのトップ務めてる人いないんで。ですね。だからもう頑張り、うん、やっぱりワントップがっしり備えててもいいですけど、うん、
まあ、小回りが効く、速いタイプでも全然いいなっていう。あのね、バランスだ、ルカクもポストプレイヤーでさ、うん、ルカクは身長でかくてもっと体すごいんですよ、うん、ただそのこっちのモレロスは同じポストプレイヤーだけどちょっと動き速いから、そうだね、タイプの違いっていうのはね結構あるんじゃないのかな。やりやすさは多分人それぞれなのかなっていう感じ。こういう小回りタイプが好きな人も多いからね。ここモレロス、ここおおい、ドリブルというかね、キーパーの飛び出しやね、今そう出てきたんですけど、キーパーがただボール持ってやっぱりヒュッてちょっとかわせたりもするんで、うん、固定フェイントとかついてもいいですよね。ワンタッチパスとかもついてもいいと思うんですけど、ね、ダブルタッチとかだってボールコントリブルは87-87あるから、うん、ルーレットとかそういった固定フェイント使わせても面白いんじゃないかな。そこの部分伸ばしていくのもありっすね。そう面白いっすよ。さあロナウド危ない、うん、さあバランから入れて、さあフィルミノ、これね、受けて、もう一回ね、うん、自分の前に運んでいくみたいな感じですね。そう、ここ、うん、ここ、おぉ、おぉ、プレッシャー、プレッシャー、プレッシャー、素晴らしい、チェンシング、チェンシング、よいしょー、来たー、よいしょーというところでしたけどね、うん、やっぱ圧かけてって、ミス誘って、決めていくよ。これなんですよね、やっぱ、前線チェンシング持ちの。やっぱいいよね、反応早いからね、ボールホルダーに対して。うん、明らかにね、完全に一人やってたな。そう、早いよ。さあここ、中空いていく、モレロス、モレロス、モレロス、よーっ と, おーっと倒されていくよと。早いね、うん、やっぱ一瞬早いんで、本当に。で、それでいて、結構ボールコントロールドリブルもあるし、ね、そうだね、相当使いやすい選手なんですよね、やっぱり暴走特急だね。はい、早いといった感じで、まあ、ここで相手の方にゲームされたんですけど、うん、まあ、今回モレロスね、レベルマックス使ってきましたけど、ワントップがね、やっぱり結構やりやすかったですね。ただ適正的にはウィングとかつけられたりとか、うん、ST もつけられるからね、 ST もできますし、はい、いろいろできる選手なんで、うん、まあ、3トップとか2トップとかにも全然面白いと思う。相性はいいですし、今回はね、こういった感じでちょっとトップ、はい、でポストプレイヤーみたいな感じで使いましたけど、うん、まあ、いろんなね、本当に使い方できそうで、そうそうそう、いや、めちゃくちゃね、うん、またちょっとなんかそのスアレスとかインモービレとか違うタイプの良さがありました。あのフォワードをゲットですることができたんで、はい、これはもう本当にガチスカ、ね、入るんじゃないかなっていう感じで、これからもちょっと愛用していきたいです ね, そうですね。だ、まあスキルとかも、ね、うん、今後つけて、なんかスキルいいやつがついたらまた動画にしようかなというふうに思います。はい、どうしよう、さらっぼう。